皆さんこんにちは。KF バレエ団の副芸術監督、寺田信弘です。2021年12月、2022年1月に予定をしていた KF バレエ団公演、オミクロン株感染拡大防止措置の水際対策により中止になりました。この公演は私の故郷でもある日本の皆様に素晴らしい KF バレエをお届けしたいと思っていました。そのために舞台芸術監督として特別リハーサルの指導にも入りました。またバレエを愛する日本の皆様に見ていただきたいキャスト、そして演目の調整もしてきました。本当にこのツアーがキャンセルになって残念です。また日本で KF バレエが公演できることを楽しみにしています。Thank you.